はい、こんにちは。今日もガッチなサラです。今日は私のチャンネルのオープニングソングをちょっと作ってみたいなって思ったんですけど、아니 이게 마이크도 고장이 나는데 스탠드도 부셔져가지고 이렇게 들고 불러야 돼. 심지어 헤드셋도 이 큐큐가 하나 뜯어버려가지고 한쪽이 없어.今日もガチ、昨日もガチ、明日もガチ。あ、이거 아닌데。いや、こういうラップじゃなくてね、ちょっとね、可愛らしい曲。YouTubeプレミアム。あ、微妙だね。이거 왠지 좋을 것 같은데? 아니 이것보다 먼저 가사를 먼저 쓰ないとね. 또 오늘도 가티みたいに 오늘도 가티みたいに 바나나의 댄스를 いつでも 가티를 呼んで いつでも 가티를 呼んで それじゃあ、そしたら君の後ろにいるよ。で、ここで意味わからない牛乳とかの単語を入れて、牛乳飲みたい肉まん食べたい私も食べたい飲みたい食べたいこういう歌詞でいいから一回ちょっと確認してみよう。今日もガッティみたいにバナナのダンスをいつでもガッティを呼んで、そしたら君の後ろにいるよ。急に飲みたい、肉まん食べたい、私も食べたい、いつでも食べたい、お、いいじゃん。お、これいいじゃん。え、もう牛乳飲みたい、どういう意味かわからないね。え、もう一回、なんか気に入った。一旦歌詞を書いてみる。いいねと登録して、それとすみませんけど動画に広告いっぱいつけてもいいですかいっぱいつけてもいいですか。案件とかいっぱいちょうだい若い時お金稼がないか、お金稼いで未来にカフェ作りたいからえ、ちょっとあれいや、でも一旦やってもらいたいね。あ、今日もガッティ、私がいいたらいいねと登録をして、それとすみませんけど動画広告いっぱいつけてもいいですか。案件といっぱいちょうだい。私お金を稼いで未来にカフェ作りたいから、未来が不安なのででもガッティを呼んで、そしたら君の後ろにいるよ。牛乳飲みたい、肉まん食べたい、私も食べたい。今日もガッティみたいにバナナのダンスいつでもガッティを呼んで、そしたら君の後ろにいるよ。牛乳飲みたい、肉まん食べたい、私も食べたい。ガッティみたいにバナナのダンスいつでもガッティを呼んで、そしたら君の後ろにいるよ。これからもガッテの時間です。えいダディ、えいガッテみたいにバナナのダンス欲しい。いつでもガッテを呼んで、そしたら君の後ろにいるよ。君のみたいなダディ、ダディじゃがりこみたい。頑張ろう。今日もガッティみたいにバナナのダンスを。いつでもガッティを呼んで、そしたら君の後ろにいるよ。みたい肉まん食べたい、私も食べたい、いつでも呼んでよ。牛乳飲みたい、肉まん食べたい、私も食べたい、いつでも呼んでよ。ノーブルマンのも作ってあげようか。大丈夫です。